ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州で、ウクライナ軍が所有する旧ソ連製の自走式多連装ロケット砲システムマース BM21 グラートから、122mm ロケット弾をウクライナ砲兵がロシア軍陣地に向けて発射している動画を、AP 通信が報道したね。グラートによる砲撃は、ドローンなどが発見した目標が戦闘指揮所から砲兵に伝えられるとその地点を目指して発射され、発射後はロシア軍側のドローンなどによって発見されることを避けるために即座に移動するトイ攻撃方法をとっているぜ。ヒットアンドアウェイってわけだね。ウクライナの戦法はどれも理にかなっていてさすがだよ。さて今回はそんなウクライナの一撃離脱の戦法について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。AP 通信からのインタビューを受けたウクライナ軍砲兵は、ドネツク州ではずっと戦闘が続いているが、戦況は膠着状態だとした上で、昨年の北東部ハルキウ州や南部ヘルソンでの反転攻勢に比べると、現在のドネツク州におけるロシア軍の塹壕は強固に構築されているため、反攻作戦は難しいものになるだろうと指摘したものの、反攻は困難だとしても、我々にはそれを実施する理由があるので必ずやれると強調したみたい。この動画に登場する旧ソ連製のグラートはロシア語であられや氷を意味する。1960年代に開発された多連装ロケット砲で、第二次世界大戦中ではロケット砲が飛来する音からドイツ軍兵士たちが、スターリンのオルガンと呼んで恐れていた多連装ロケット砲火注射の後継として開発され、122mロケット弾が40発装填されたランチャーが搭載されていて最大で 20km 先の目標を攻撃することができるぜ。通常は野営地などで待機していて、司令部からの命令が下されると砲兵たちは小銃とヘルメット、防弾チョッキを装着してロケット弾が装填されているグラードに乗り、指定された発射地点に移動し停車後わずか3分で指定された座標に向かってロケット弾を発電車し、発射完了後にすぐ退避することが可能だな。ロシア軍は初戦においてウクライナ軍の防空網の破壊に失敗し、近代戦において勝敗の鍵を握るとされる航空戦力においてウクライナ軍を圧倒していたにもかかわらず、その有利を生かすことができないまま首都キーウ攻略に失敗したことを受けて、その後に兵力を投入して注力した東部戦線での攻勢においては、旧ソ連時代から得意としていた伝統的なドクトリンである大砲を戦車の数で敵を圧倒する戦術を展開したね。第二次世界大戦以降の機械化部隊同士の地上戦は、航空戦力によって徹底的に空爆を実施し、大量のロケット弾や砲弾を撃ち込んだ上で戦車部隊を突進させるというのが常道となっているよ。しかし、今回のウクライナ侵略戦争では、両軍ともに航空優勢を取れない状態のまま地上戦が進行したために、上空には両軍の偵察ドローンや自爆攻撃ドローンが飛び交うことになり、最前線は砲兵同士の撃ち合いが展開されここまでに両軍とも膨大なロケット弾と砲弾を消費しているな。ロシア軍はまず自走式高射機関砲 ZSU-234 シルカによってウクライナ軍の偵察ドローンを撃墜してから、多数の榴弾砲やロケット砲を配置してウクライナ軍に対して攻撃準備射撃や攻撃支援射撃を実施し、その後、戦車を含む機械化部隊を敵陣に突撃させるという、まだ航空機が発達していなかった第一次世界大戦の時のような戦闘を展開しているとされているんだ。その際にロシア砲兵部隊は、長射程ロケット弾を発射可能な自走式マースである BM30 スメルチによって、ウクライナ軍の榴弾砲やロケット砲の射程外から攻撃を敢行し、ウクライナ軍砲兵部隊陣地を徹底的に叩くほか、さらにその後方の兵站施設なども叩き、砲撃の後に戦車と歩兵を前進させて、それに対してウクライナ軍による攻撃があれば、そうなると機械化部隊を一度後ろに下げて再び砲兵による圧倒的な砲撃を加えてからまた前進を繰り返し、そのために2022年5月頃の東部戦線ではウクライナ軍はロシア軍に押され気味となったってわけ。BM30 スメルチはロシア語で竜巻を表し、大型8輪トラックに 300mm ロケット弾を12発連装された発射機級 A52-2 が搭載され、
さらに関節照準の際の弾道計算のための射撃統制装置なども装備されているよ。ロケット弾を発射する際には、車体の4箇所にあるアウトリガーを下ろして横転しないように車体を固定する必要があり、12発を38秒で打ち切るがロケット弾の再装填には20分かかるんだけど、70km から90km とされる長射程を活かして敵の砲兵陣地や野戦司令部、燃料や弾薬などの物資集積所、部隊集結地域の装甲目標及び非装甲目標を攻撃対象としているみたい。ウクライナ軍はこのロシア軍の激しい砲撃に苦しみ、それに対抗できるだけの砲兵戦力を持っていなかったことから、軍事支援を行っている西側諸国に対して榴弾砲やマースの供与を切望したため、各国は NATO 北大西洋条約機構規格の 155mm 榴弾砲の供与を決定し、アメリカやカナダからはアメリカ製の M777 牽引式榴弾砲、フランスからはカエサル自走榴弾砲、ドイツもプズフ2000自走榴弾砲など合計で250門以上が提供されたのであるが、これら 155mm 榴弾砲では射程距離の点でスメルチに対抗することが難しかったってわけだね。アメリカ軍には 155mm 榴弾砲から発射可能な M982 エクスカリバーがあり、この砲弾は弾体から翼を展開して滑空することで射程距離が 57km まで伸ばすことができ、しかも GPS 誘導による精密砲撃が可能な砲弾であるが、供与できる数が少ないことが難点であり、そのためアメリカはウクライナ軍がロシア軍のスメルチに対抗することができる、長射程ロケット弾を発射することが可能な高機動ロケット砲システム M142 ハイマースの供与を決定したよ。高機動ロケット砲システム M142 ハイモビリティアーティラリーロケットシステムハイマースは、長射程ロケットを発射可能な阻止砲撃用システムとして、アメリカ陸軍が開発した送輪式自走多連装ロケット砲で、アメリカ陸軍では以前から長射程の阻止砲撃用の多連装ロケットシステム、マルティプルローンチロケットシステムマースとして M270 を運用していたが、海外での紛争などにおける緊急展開の際に重量のある M270 では運搬が困難であるために、より軽量で機動性の高いハイマースを開発して、海兵隊や空挺師団などの緊急展開部隊に配備を進めていたんだ。M270 は 227mm ロケット弾であれば12発を搭載可能であるが、6連装ランチャーを2機搭載することになっていて、12発全弾を発射した後は旋回発射機に内蔵されているクレーンとランチャー上に内蔵されたイストによって、発射ランチャーの交換は3分で完了し、約8分で次の攻撃が実施可能であるが、ハイマースはその6連装ランチャーを1機搭載していて、M270 と同様に全弾発射を終えた後はランチャーを交換することで、自弾発射が可能となるぜ。ハイマース発射されるロケット弾にはスメルチと同じ射程 90km とされる M31 と呼ばれる長射程ロケット弾があり、ハイマースと一緒にウクライナ軍に供与されているな。射程距離だけを見ればロシア軍のスメルチと大して変わらないね。そうだね。でもこの M31 ロケット弾は GPS による誘導が可能で、目標に対して正確な砲撃を行うことができる、いわゆる G マースと呼ばれるロケット弾なんだ。そのためにロシア軍の後方兵站施設などをより確実に効率よく破壊することができ、供与されたハイマースが実戦配備された昨年の7月以降、ロシア軍が弱体化していく大きな要因となったってわけ。そして、このハイマースの利点はその高機動性にもあり、スメルチと同様に発射後に即退避する一撃離脱、つまりヒットアンドアウェイ攻撃が可能なことによって、ウクライナに供与されたハイマースはまだ破壊されたことは確認されていないよ。ただ、ロシア軍もさすがにハイマースによる後方の拠点潰しに並行したのか、最前線から 100km 以遠に兵站を集積していた拠点を移したために、ここ最近はハイマースの活躍を聞かなくなっているが、アメリカからハイマースから発射可能な射程 150km の誘導砲撃が可能な、GLSDB 地上発射型小直径爆弾や、ウクライナが独自に開発グラートから発射可能な射程 110km とされるロケット弾、B52
ピルカイムの開発が進んでいるなど、再び一撃離脱攻撃が展開されると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。